新しい未来をつかみ取れ現時点、やっぱりあの宣伝広告もインスタグラムでしかできてない状態でお金をかけ入れてないので片付けもそんなに多,多いわけではないんですけれども今、お話しいただけるとしたらもうイベントで来ていただいたおばあちゃんとかあのご家族の方がでまあそこでチラシを配っています。現状佐藤さんの,あの 稼働っていうのは現在ですね、まだ始めてないと思うんですけど、はちょっと改めて今、どういうふうに動いていらっしゃるんですか現状は、えー、ともう結構何でもやみたいな感じで、ご依頼いただいて、あのまあ、それこそ先週1週間、もう詰め詰めで、知りのお店が知り合いのお店に移転するときに、壁が邪魔だから解体してとか、で解体して、その先ほど言った倉庫の横の産業廃棄物の方に取りきっていただいて、あの搬出するとか。 それ4日間やったんですけれども、4日間やった後に、えっとに、軽トラ6台分の荷物を搬出しないといけないっていうことがあって、それを手伝って、でその次の日に、えっと、介護施設のお仕事を、片付けのお仕事を、結構今、月に1回頂い,いてるところがあるんですね、でそこに入って、その次に、えっと、引っ越しの手伝いをしてっていう感じで今動いてますじゃあ、来た案件をどんどん今、受けているっていう状況なんですね。はいはい まあ一人で稼働してってことですよね。で,ねでまあ動く仲間もいらっしゃるので、まあ招集っていうか、あのこの日空いてるかなということで。あの日東で来ていただいたり。なるほど。割と忙しい感じですか。割と意外と忙しいです、ね。<laughs> あの今ここに書いてあるインスタで。ちょっとインスタ拝見させてもらったんですけど。あ,ありがとうございます。なんだろう、ちょっと心配なのは。こう。 準備をどのぐらいこう、あの、されてるのかな、みたいなところが少し心配あって、うんはい、あの、お一人で動かれてるから、やっぱりいろんなところに目を配らなければならないのはわかるんですけど、はい、今回ここに来られて、あの、ま、インスタっていうことでこういろいろ見てると、あの、概要のところの、ま、ウェブサイトとかもこう貼ってあるんですけど、今、リンク起動し、あの、動いてないとかあったりとか、はい、やっぱり我々チェックしたいですよね、ねなんかどういうふうにやってるのかな、みたいな。そのあたりこう、 現状でもかなりいっぱいいっぱい忙しくて、この新しい事業を、なんだろう、あのね、夢があ,のあると思うんですよ、ケアされているご老人にもっと楽しいレクを受けてほしいってあると思うんですけど、自分のキャパがいっぱいいっぱいになっちゃうんじゃないのかなって少し心配しちゃったりしてるんですけど、うん。おそらく始めたとしたら、絶対に人の力は必要ですそうですよね、はい。私の倉庫が今すごい状態になっっちゃってて であの本当にもうゴミというものは処分してるんですけれども余る方いやこれ欲しい人いるなという方が多いんですよやっぱりそれを整理もできてない状態なので例えば今回のプラン用だイベント用だとか売り分けとかもできておけば帰ってきて積んでいこうみたいなことができると一番スムーズなんですけれども。 なので何もない日にそれをやっている感じです。でもだいぶリンクが飛んでないですね。ホームページのリンクとかそのやりかえようと思ってそのままに<ー>なっちゃってます。これは出張フリマじゃないとダメなんですかね。リクリエイト株式会社代表北川哲平。 姫路を拠点に万人受け断固拒否の精神で本川にこだわるレザー事業を展開教育ウェブ社会福祉と拡大を続ける情熱のルーツは応援団職人たちと地場産業をエンパワーするローカル実業家のトラが志願者に熱きエールを送るこれは出張フリマじゃないとダメなんですかねというのがあの送迎をしてあの、まあ、倉庫に来てもらうっていうのではダメなんですかその方が商品いいいっぱい見てもらえるじゃないですか 手間もなないかなそれだと、あの先,あの先ほども言ったように、その職員不足の解消とか、まあ、外に出れない事業所様は来れないので、もうそもそも、こちらから行ってあげた方がいいのかなっていうので、あとやっぱり、広まりたいので、喜んでもらう方が多くいてほしいので、やっぱ宣伝目的もやっぱり稼働、動いていきたいです。 なった時に、はい、その手いっぱいになった時に1人目はこの子に手伝ってもらおうとかそういうなんか23人とかっていうのはいらっしゃるんですかいいますいもう毎回その大掛かりな片付けとかの時に来ていただく仲間というか今現状の佐藤さんあの平均すると月の収入ってどれあるんですか20から30ぐらいだと思います、うん で20万から30万あれば1人暮らしで大分でまあそれなりに暮らしていけてるって感じですかイベントでも売れ残ったものとかもやっぱり出てくるんですけれども今回のプランでも多分いっぱい余ると思うんですけどあのお買い物楽しさを提供するっていう目的なので博がすっていう目的ではないのでそうなった場合でもあの今九州で今3か所。 古物市場オークション会場に出入りしているので、まあ、そこで物をはけさせられるオークションで、まあ、競り合うところに持っていくというのも、まあ、今3カ所あの出入りしているところを確保しているので、まあ、それでも売れ残った場合は大分に今2社の付けがある貿易をしているあの物が少ないあの東南アジアとかに貿易をしている方がいるので、まあ、キロいくらにな,なっちゃうんですけれども、まあ、その方に買ってきて <laughs> 買いに来てもらうっていう。 こともやりました今、思ってるのはこれ、お金出してしまって本当にこれ、やりだしちゃうと後に引けなくなっちゃうじゃないですか、360万、借金を背負うことになるので、それでなんか潰れてしまわないかなっていうのが心配ですよ、ね、潰れるかどうかはやってみないと分からないし、やる気満々ではありますか。 逆に、まあ、トラックが欲しいっていうのも、やっぱりたくさん、例えば今のようなイベントとか、古物市場とかも、たくさん詰めた方が、やっぱりそれだけほぼ履けるので、あのトラックは、今、軽トラ1台で稼働してるので、あのなかなか、もっと持っていけたらなとか、やっぱり思っちゃうときもあります、たく,たくさん。だから佐藤さんの性格上、もっと大きい箱になっちゃうと、車が、もう積,積み下ろしが時間、余計かかっちゃうじゃないですか。 うん、なんか余計苦しい感じになってしまうのかなとかです、ね、志願者自身のキャパシティを不安視する虎の面々潰れずにビジネスを継続できるか不穏な空気に包まれるタイガーファンディング苦戦を強いられる志願者挽回なるかんでもまあ体力は自信がありました、まあ、バレーボーボルやってたっててたいうのももああるんですけれどもまあ 体力は結構大丈夫ですうん頭がないので、まあ、体で勝負する感じや,やってあげたいという気持ちはすごいいいなと思うんですけど、はいうん、佐藤さんが心配していただいて今回 <laughs> 有志にしたのもその頑張る姿を見ていただいてでもしかしたら。 今回、置いただけの話ですし、あの、全国まだ調査してないし、あの、見てないので、置いただけの話になってしまうんですけれども、もしかしたら、長野県の方でも、喜んでいただける方が多いと、台数増やして頑張ろうとか、いう風な話になっていったら、ワクワクするなとは思います。で、このラッピングしたトラックが、全国走り回るみたいなことが起こると、おー、いいなとは。 ここにあのデザインがありますけど、上に令和の虎が生んだリサイクルマーケットって書いてあって、下のこの長方形のところに金額に応じてその投資をしてくださった社長の会社が入る感じですかロゴなり会社名なり、なんかあののっけたやつを入れようかなっていう感じ。うん、まあリターンとしてはちょっと弱いとは思うんですけれども。まあでも、もともとが有志なわけですから。 ある意味これがあなたの気持ちとしてのサービスみたいな感じですね。そうすねはい。はい、でもこういうイベントがあると本当にご年配の方ってすごい元気になります、ね。なります。私も見てきてすごい分かります。あれ、一生だったかなこの人っていうぐらい元気になって。すごい思います。ね、はい。あのまあ出張あの外出レクを見てたら思うことなので、まあぜひその喜んでる姿を皆さん見ていただきたいなと思います。 これ月40回稼働が株式会社三崎ホールディングス代表三崎裕太スッキリフルーツ青汁が大ヒット青汁王子の異名で一大ブームを巻き起こす数々の逆境を乗り越えホスト転身 YouTube 戦略と話題を集めるこの男グループ年賞は300億円宣言するのは生涯起業家青汁王子参戦志願者の新しい未来を青汁色に染め上げる月40回稼働が限界だっって書いてあるんですけどそもそも40回稼働分の仕事っていうのは 来るんですか。今のところはまだそのわかりません。んあの来るように努力するっていうところになってくると思います。今のところで現実的に来る数ってどれぐらいですか。ちなみにお電話させていただいたところで結構前向きにおいいねそれすごいいいこと始めるねみたいな感じで言っていただいたのは四三社しかなくてその。 営業のの電話でではなかったのであのこういうのやろうと思う時にお宅のそ,のそちらの,あの利用されてる方のレベル的にどう思いますかっていう調査だったので,で思うことをもしよかったら聞かせてくださいみたいな感じの電話だったので今コロナなので来てくれるみたいな感じのところが多いんですよなので電話でしかできてないんですけれどもその施設一つ一つはもし「あいいね」って言ってやったら 一月に頻度として1回なのか週1で4回なのかその辺は何かイメージありますかもう月に1回,1回が3時間っていうイメージです,ですよね、はい、そうすると今のところよ最大40っておっしゃってるけども3しかないっていう世界ですね現実的には、うん、ちなみにあのこの大分全体でそういう施設ってどのらいあるんですか対象となるだろうなっていうところは350ぐらいですそんなにあるんだはい ただその中で、やっぱり寝たきりの方ばっかりの場所もありますし、そういうところでしてもっていうご意見もいっぱいたくさんいただきました、はい、でやっぱり要介護といいますか、あの1、2ぐらいの方たちが多いところは、すごい喜んでくれるだろうねっていう、なので、350ありますが、ぎゅって少なくなると思います、うん、そうですよね、350ある中で、例えばどのぐらいですか、半分ぐらいになってしまうんですか、母数としては。 半分,いや半分よりちょっと上ぐらいじゃないですかね200ぐらいですね200はあのあ事業者様が OK かどうかはまあ別として行ける場所ではあると思いますうんなるほど最大20%ぐらいそこから取れればそうですねうん考えが多分甘いと思うんですけれども、まあ、最初のその3件絶対にさせていただけたら喜んで頂けるのは絶対に喜んで頂けると思うのでそれが 例えばそこに入っていらっしゃる利用されている方のケアマネさん自体で横のつながりすごいのでで一人のケアマネさんに大体三十名ぐらいが担当できるんですけれどもでそれぞれがそれぞれのデイサービスにい,いらっしゃったりするので広まっていくイメージはあるんですけれどまだやってないんですもんねやってません、うん、なんでそれ軽トラでお持ちなのにやらないんですか軽トラバージョンで軽トラバージョンでやってみ そのやってみたいですうん、やった上で反響があって広がっていくっていうんだったら360万出す甲いがあるかもしれないですけどまだスタートもしてない状態でしかもご自身の時間をむちゃくちゃ割かないといけないっていうようなこのビジネスモデルでですね、うん、まだやるべきじゃないかなって思っちゃうんですけどどうですかねそうですねやっぱ電話の中でもやっぱコロナなんでっていう断り文句がすごく多かったので。 まあ落ち着いたら話になりますがっていう毎回言っちゃってたんですけれども、そのコロナのまあ時代的にも今じゃないとは思います。で今回この機会をいただけたのがこの時だったのでお伝えしに行きたいなということで東京まで来ました。そうですよね。たいあのこういうレクリエーションって介護施設の中で本当にあの介護施設であのいらっしゃる方ってやっぱり。 我々からするとたえもないある意味ことであっても本当に待ち望んでることってすごくあると思うんですよね。僕も祖母があの入っていたことがあってあのなんだろう週に1回こういうあのイベントがあるすごい楽しみにしてるのをすごく覚えている,いるんですよ。 で、ただやっぱり今こういう時期の中で少し心配なのはこれ対面になってしまいますよね。そのまあ3県っていうあの施設はあ面白いねって言ってくれたかもしれないんですけど実際になった時にあの実際対面のこのサービスってこの介護施設ってやっぱり一番こう今守られてるというかかなり厳しいその措置が取られている中でサービスとして実際に 開始できるのかどうかっていうのがやっぱり今始,まら始めてないっていうのがやっぱり本当に大きなあのポイントで、うん、電話以外で何か、うん、そ,のその先にじゃあこうやって進めていきますみたいな進めていきましょうとか計画とか何かかあったりしますかね私の中では今、まあ、そのチラシの作成をして営業こういうの始めましたっていうふうに言って回ることぐらいかなとは思います。うん あとすいません、うん、その3件なんですけれども、はいあの、いいねって言ってくれた3件は、今だからいいじゃんって言ってくれたんですよ。なるほど,どこも行けないから、うん、あのじゃちょっとチラシ持ってきてよみたいな感じもう今、今の時期にぴったりだねっていうような行く方のいいねだったので、それを伝えていけたらなとは思います。他の なるほどところにもそうですよね、はい、やり方次第ってところもありますしもしかしたら対面かもねうう対面っていうのじゃなくてそれをやりたいですよね、はい、あいもう職員の方たちであのそのお金作ったキットのお金であの楽しいあのレクリエーションしてください終わったら取りに行きますみたいなのでもいいかなとは思いますただそれをまだ始められてないっていうのはごもっともです あと一歩のところで札束は動かない迎える終盤戦一体どう戦い抜く熱き思いをぶつける志願者の挑戦その最後まで見逃すな全く来なかったらまあ成り立たないしそしてさらにリピートするのかどうかも不明なんでそこがちょっと。 なんかこう、もうちょっと明確じゃないとなかなかお金はね、難しいのかなとは思ってます。